豊竹山城少城12月15日から1967年4月22日は、明治、大正、昭和の三代にわたって活躍した、義太融節大部。近代屈指の名人として知られ、義太融節、人形浄瑠璃に大きな足跡を残した。本名は、金杉屋太郎。東京は浅草生まれ。三歳で三代目、片岡画道の弟子となって、片岡銀南の名で、 歌舞伎の舞台に立ったこともあるが、8歳の時竹本、政子太夫、鶴沢清道に指示し、義太夫の修行を始める。1887年、5代目竹本津賀大部に入門、小津義元夫を名乗る。1889年に大阪へ移り、3代目竹本津太夫に入門、津波目大部を名乗る。またこの年、人形浄瑠璃において、初舞台を踏む。 1九百九年に二代目豊武小宇津坊大優襲名。この頃から若手の有望株として認められ、竹本摂津大城や愛舎未仙三代目鶴沢清六などについて積極的に学ぶ。九百三十年に四橋文楽座が開場して、あとは四代目竹本津を六代目竹本土佐田優らと並んで三巨頭と呼ばれ、九百四十二年には、 文落雑期となる。1943年4月、帝国芸術院賞を受賞。1946年、帝国芸術院会員、大阪府文芸賞。1947年、秩父の宮より上報受領、なお、豊竹け山城賞状、藤原茂夫さと改め、名実ともに、東大の第一人者として目されるようになる。この年には、 昭和天皇の行行に合わせて御前演奏も務める。1955年人間国宝。1959年文楽座で引退工業を行い、二月堂の両米を語る。同年大阪市民文化賞。1960年文化功労者。1964年君三党局日中受賞。その三年後の1967年4月22日。 機関主肺炎のため死去、88歳没、14位が追贈された。愛蛇未戦は、はじめ氏の三代目、鶴沢清六、ついで四代目、鶴沢清六、晩年は、鶴沢東造だったが、特に四代目清六との名コンビで知られる。儀曲に対する深い解釈と、心理描写の徹底した最地さ、さらに構想にして高知な音遣いによって、 同時代のうちでも、名人中の名人と言われ、その芸風は、山城風と呼ばれた。義太融説のみならず、浄瑠璃や邦楽などの古典芸能の分野からも、尊敬を集める逸材だった。墓所は、寝屋川聖風寺、開名は、宝山院古今豊と美尾、渡る工事。豊竹山城省城の墓文化は多く、代表的なのは八代目、竹本綱太夫など。 四代目、坂田東十郎も、ギダユーの発生法を若い頃に教わっている。ありがとうございます。